はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。マギアレコードリビア&ランカピックアップガチャ開幕いたしました。このスーパードスケベボディ褐色関西弁女リビアメディロス、絶対に欲しい、絶対に引きたい。もうこのガチャ回さんやつおるんかと、リビアメディロス欲しくならんやつおるんかという感じですね。国勢調査でもこのガチャ回すと答えた方が 100% 記録しております。そんなガチャでございます。はい。で、今回新規の星さん魔法少女としてランカちゃんが追加されたので、そちらの方も合わせて引いていけたらいいかなと思います。まあ、両方とも工場キャラなので今引かなくてもいいんですけど、春秋必勝の気持ちで、今引かなくていつ引くの気持ちでやっていきたいと思います。で、今回追加された星4メモリア、ピックアップ対象の星4メモリアもかなり性能的に強めですので、こちらも狙っていきたいところですね。とりあえず、優勝単発1回回して、その後単発ガチャチケ全て使って、それでも何も出なければ10連ガチャに切り替えていく感じなんですけど、天井までちょっと石が足りないと。まあそのあたりはね、天井到達するまでに引けば何も問題ないという感じですね。はい。というわけで、とりあえず優勝単発の方を回していきたいと思います。いくぞー!おい!三玉さん、あなたの関係者がピックアップされているみたいじゃないですか。うまいこと口を聞いてくれませんかね。青花演出ということは、星4メモリアが狙えるのではなかろうか。うわ!星4メモリア早速引いていく。ピックアップ大将来い!うわ!最高すぎるな。圧倒的運命力じゃないですか。いきなりこのクソ強メモリアを引いてしまう。私の運命力、そしてこのスーパードスケベ太もも、最高すぎますね。はい、というわけでいきなり優勝単発でピックアップ対象星4メモリアを引いてしまったので、この調子でリビアメディロスさん本体の方も引いていきたいと思います。優勝単発でピックアップ対象の星4メモリアをスルッと引いてしまう運命力を見せつけたところで、この波に乗って9枚の単発ガチャチケで、リビアさんとランカちゃん、スルスルっと引いて、大勝利っていう感じで終わっていく。そんなプランでやっていこうと思います。完璧すぎるプランですね。全く穴がない。一部の隙もないプランだ。もはや、この単発ガチャチケは、リビアさんとランカちゃんの交換券みたいなもんですので、今の私の運命力なら、いける。はい。というわけで、単発ガチャチケですね。9枚使っていきたいと。思います。単発ガチャチケ行くぞー。えい。不思議、あなたの因果に、今私の因果に変化が起きまくっています。確変状態ですので、ここでリビアさん間違いなく来ますね。間違いなく来る。なぜだ、私のプランは完璧だったはずだろう。なぜ。はい、あやかじゃー!ナイトー!スカート短すぎるだろ。みふゆ!みふゆ!みふゆー!ほずみ!ほずみ!俺だぞ、ほずみ!ほずみー!ほずみ!単発ガチャチケ全部使い切ったんですけど、リビアさんもランカちゃんも全く出ませんでした。おかしい。こんなの絶対おかしいよね。私のプランは完璧だったはずだろ。マギレコくん、一筋縄ではいかない相手ということですか。いいだろう。こっからは石を切り崩しての10連ガチャになる。総力戦だ。マギレコくんがリビアさんを吐き出すのが先か、私の石が尽きて死ぬのが先かの総力戦だ。真っ向勝負の殴り合いといこうぜ。というわけで、こっからは、10連ガチャ、やっていきたいと思います。10連ガチャ、行くぞー!おい!あなたの因果に起きた。三玉さん!深く!深く!探らせてもらう。探れ。私の一番深いところまで探ってくれて、おい!おい!完璧すぎる。今の見たか?みんな今の見たか?今の無属性演出見たか?これは、来たも同然でしょう。
これでヤクモン三玉とか来たら、おい星四メモリアまで来た、完璧すぎる。やはり運命力は、はあ、はっはっ、おう、イエス、やはり私の運命力は完璧に私に味方している。またしても星四メモリア、もう最高かよ。ちょっと違うな、ちょっと違うけど、星四メモリア来てる。圧倒的な波が来ている。炎タイプ、これはランカちゃんも期待していいんではなかろうか。今の私ならいける、今の私ならいける。来ました、コントローラーいじっていく。かわいい、かわいい、エッチすぎる、アンヨがエッチすぎる。かわいすぎか、かわいすぎか。チズランカって言うんだ。私この子の名前ずっとチタマランカって呼んでました。チズランカちゃんなんですね。カナメマドカさんもね、シカメマドカさんって呼んでましたし、さくら京子さんもね、さくら、あ、これもしかしてまたしてもランカちゃん来るのではなかろうか。来る、きっと来る。来ない、いやでもね、鶴の大天使なので、大天使鶴のを引いたということはもう圧倒的勝利なわけですよ。わかるか。そしてこの後さらに無属性の魔法少女が来ること、あやか、あやかも祝福してくれるか。無属性の魔法少女が来ることも完璧に保証されている。もはや私の勝利は確定事項。もう今ねウィニングランの気分ですので、フェリシア、かわいいなフェリシア、早くアニメに出てきてくれよな。菩薩の心でガチャを眺めている。っていうかこの今回のガチャ強すぎんか。今回のガチャめちゃくちゃ強くないですか。あやか、あやかじゃないと。今のギャグはアルト社長のアルトじゃないとというギャグと、マリコあやかの名前をかけたとても面白いギャグですね。だからギャグの説明しないで。はい、ゼロワン面白いですよね。仮面ライダーゼロワンの話をする余裕まである。来ました、来ました、無属性魔法少女来ました。これで三玉さんとかだったらもう完全に笑えないんですけど、来いリビア。来ました、リビア、マジシャンっぽい演出。はい、なんか体がバラバラに、お体がバラバラになっていく。お体が人体切断マジック。え、ここで終わりなんですか。この画面で終わりなんですか。私はリビアメディラス。リビアさん、今は神浜に流れ、ありがとう。エッチすぎる胸、太もも、いつでも来や、いつでも行きます、いつでも行きます。やったね、最高かよ。強すぎる。星音メモリア2枚、うち1枚がピックアップ対象の星音メモリアで、ランカちゃんもリビアさんも引いていく。やはり私の運命力は完璧すぎる状態になりましたね。ありがとうございます、大勝利、イエーイ。いやでもなんか思ったよりもあっさりとリビアさん引けてしまったので、これはリビア一突狙って追加でガチャ回すのも全然ありなのではなかろうか。ちょっと残りの石の数が不安ではありますけども、でも今の運命力ならなんかいける気がする、なんかいける気がする。そう、2頭追うものだけが2頭追うことができるとも言います、2頭追うことができる、2頭得ることができるとも言いますし、やっぱりリビア2枚目を得ることができるのはリビア2枚目を追ったものだけなんですよ。というわけでリビア&ランカピックアップガチャ、リビア一突狙って継続したいと思います。よろしくお願いします。あなたの因果に起きた、三玉さん、私の因果今核変起きてますからね。間違いない核変が起きている。リビアさん来ると思いますがいかがでしょうか。青花演出出たのでこれは星4メモリアが狙えるのではなかろうか。1枚目魔法少女草タイプ、誰、サナちゃん、ミヤコパイセン、好み、あるいはカエデとか、好み、今最も星5覚醒あるいは精神強化が待たれる魔法少女。
春菜好み、そして2枚目魔法少女、闇タイプ誰、フェリシア、カノコ、アーシー、あるいはアヤカとか、アーシー、エミリー先生、星に魔法少女にしては幻惑コネクトがあまりにも強すぎる。3枚目も魔法少女、炎タイプ、これは地図ランカ来たのではなかろうか、地図ランカ引けたのではなかろうか、地図ランカ、ランカちゃん来ない、真中のドヤ顔。まあこういう時にもね、星さんピックアップされてる。おっと、これは星4メモリア来たのではなかろうか、ピックアップ対象星4メモリア来ない、来ないけども、まあアメミトはめちゃくちゃ強いのでこれは勝ちでしょう。あの星さん魔法少女がピックアップされてる時って、星4魔法少女の演出が出なかった時でもガチャに期待ができるっていうのがいいですよね。あの星4魔法少女しかピックアップされてない時とかってさ、やっぱりどうしても星4魔法少女が出ないとあまり期待ができないというか、星4魔法少女の演出以外はもうほとんど脳死状態でガチャ眺めるだけになりがちなんですけど、まあこれが星3魔法少女がピックアップされていることによってガチャ全体に張りが出る感じ、ガチャ全体に彩りがある感じっていうのが星3魔法少女ピックアップされている時のガチャのいいところだと思います。はい、星2メモリア、回避メモリア、最近ミラーズは精神強化で回避持ちがたくさん増えたので回避ミラーズになりがちなところがありますよね。星3メモリア、自害、このどうしようもないメモリア、非常に使いづらいメモリア、はい、メモリア、これもしかしてまた星4ではなかろうか、星4メモリア、なんだこのメモリア、見たことがない、これ何、いつのメモリア、あれか、しぐれちゃんがピックアップされてた時のメモリアか、あのガチャ全く興味なかったので全然引かなかったんですけどはい、なんか星4メモリアは引けますけど、やっぱりピックアップ対象のメモリアが出ないというのが紛れ子の紛れ子たるゆえん。はい、こんな感じになりましたけども、星4メモリアが2枚引けたので、しかもそのうち1枚は圧倒的強さのアメミトが引けたので、まあまあいい結果のではないでしょうか。あなたの因果に起きた異変、今かなり因果異変起きてる、星4メモリアめっちゃ出るし、これはかなり因果に異変起きてきてるのではなかろうか、私の因果モテ期来てるのではなかろうか、あとは三玉さん次第ですよ、三玉さんがやる気出すかどうか、そこにかかっておりますので、1枚目メモリア、ぶっきらぼうな救世主、はい、ユマの出番だ。2枚目魔法少女ですね、光タイプ誰、ホズミ、あるいはササラ、もしくはオリコ、ササラ唯一全体マギア持ちでアクセル2枚持ちのディフェンスタイプ魔法少女、今後の精神強化あるいは覚醒に期待がかかる。次も魔法少女、水タイプ、ヤッチョさんかアキラくんか、それとも夏希か、夏希、夏希も早く覚醒来てほしいわ、スーパーバッファー夏希。メモリア、今回そういえばまだ星さんのピックアップ対象のメモリア引いてないですね。ミフユー、ミフユー、ミフユー、魔法少女、闇タイプ、またしてもアーシかな。星さんのピックアップ対象のメモリアまだ引いてないので、それも狙っていきたいですね。アーシちゃん、はい、幻惑コネクトが圧倒的に強すぎる、そしてマギアの攻撃力ダウンも強すぎる、チャレンジクエストに適性が高すぎる、このタイプ魔法少女、地図ランカ来たのではなかろうか、地図ランカ来たのではなかろうか、来ない。まあまあまあ、でもこういう時にもね、やっぱり星さん魔法少女ピックアップされてると、ああいうこのタイプ背面演出、やったぜ来たかもしれねえみたいな期待ができるっていうところが、やっぱり星さん魔法少女ピックアップされてる時はこういう時にテンションが維持できるのがいいですね。はいはいはい、まだまだメモリアが続きます。星さんのピックアップ対象メモリア欲しい、来ました。なんだこれは、おネムの時間か、ドスケベ褐色関西弁女もおネムの時間か、おいおいもきゅも
隣で寝たいです。ワインモキュもあなたの隣で寝たいです。リビアさん、そしてメモリア、はい、いつものいつもの工場星にメモリア、魔法少女草タイプ、誰だ、サナちゃんか、ミヤコパイセンか、コノミか、カエデか、メルちゃんか、誰だ、顔を見せろ。サナちゃん、サナちゃん可愛いから早くアニメで出てきてほしい。今回はこんな感じでございました。まあ星さんのピックアップ対象のメモリアが弾けたので、まあまあいい方ではないでしょうか。あなたの任務に起きた異変、深く探ってこい。あとはお前の努力次第だ、ミタマ。お前が深く探るか否か、そこにかかっている。青花演出出たということは星4メモリア期待できるのではなかろうか。ひどすぎる。うわ、マジか、ゲロ吐きそう。これもしかしてリビアさん、一突狙わん方が良かったとかいうパティなのではなかろうか。石が残り少なくなってまいりました。この後に及んでリビアさん一枚で満足しておいた方が良かったのではないかとかいう気持ちになってきてしまいましたけども、いや、もう後には引けない、もう後には引けないので、このままガチャを引き続けることしかできない。見たまー、頼む、お前にかかっているんだ、お願いします。見たまさん、あなたの関係者なんでしょ、リビアさん、連れてきてください。おっと、おっ、いや、うわ、星4魔法少女確定演出は嬉しいんだけど、なんか炎タイプ演出とかいう怪しい演出が見えたんだけど、やだやだやだー、炎タイプ演出か、マジか、闇タイプか、うわー、炎タイプ星4魔法少女すり抜けはやだー、やだよー、炎タイプ、早くさっさと炎タイプ魔法少女をサクッと消化してくれ、頼む。誰、メモリア違うんだよ、炎タイプ魔法、ま、今ならもうマナカとかもうどんどん出てきていいから、マナカのドヤ顔が今は一番見たい、今一番見たい、マナカのドヤ顔が、魔法少女、おーガーおーおー、勝った、第3部巻、いや、まだ御霊が出る可能性あるから備えよう、備えろ備えろ、よっしゃ、おおー、イエスオイエス、リビアさん一突、リビアさん一突、リビア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 一突、勝ちました、圧倒的大勝利、圧倒的大勝利。え、じゃあ炎タイプ魔法少女何、これがそれか、誰、ランカちゃん、ランカちゃんも一緒に出てきてくれるとおじさん嬉しいな、ランカちゃんも、大勝利すぎるな、圧倒的大勝利じゃないですか、おお、ピックアップ対象のメモリアまで引いてしまう、なんだこれは、ピックアップの欲張りセットか、勝ちすぎている、いや、やっぱりリビア一突狙ってガチャ追いガチャ回したのは大正解でしたね。まあもちろん私は最初から信じてましたから、自分の判断に疑念を持ったことなど一瞬たりともありませんでしたけども、いやー、勝っちまったな、勝っちまったぜ。いや、でもたまにはこういう時があってもね、全然いいでしょう。たまにはこういう50連60連ぐらいでスルスルっとピックアップ対象の星4魔法少女がポポポンとね、立て続けに出てきてくれるっていう、そういう美味しい回があってもね、全然いいと思いますよ。はい、来ました、リビアさん一突、そしてピックアップメモリアとピックアップ星3魔法少女も引いていく、圧倒的大勝利、なんだこれは、ピックアップの欲張りセットか、ピックアップのハッピーセットなのか。結局最終的に60回回して、リビアさんが2枚、ランカちゃんが2枚、ピックアップ対象の星4メモリアが2枚に、ピックアップ対象の星3メモリアが2枚と、大勝利じゃないですか。ピックアップの欲張りセットが2セットって、圧倒的勝利すぎる。
やったぜ、ありがとうございます、大勝利。ふぅ、いや、喜べるうちに喜んでおかないとね、人間いつ死ぬかわからないので、喜べるうちに喜んでおきたいと思います。リビアさん、一つありがとうございます。やったー、ふぅ、やったピー。全国中いろんなところを回ってみるとやな。まあ能力不足で困っとる魔法少女ユンは共産おる。別に特殊なことやないんやで。はい、というわけでリビア&ランカピックアップガチャ60回ほど回したんですけども、リビアさん無事引くことができました。さらにリビアさん一凸まで持っていくことができました。60回でこれっていうのはかなりいい結果なのではないでしょうか。そして今回新規に実装された星さん魔法少女チズランカちゃんも引くことができましたし、今回ピックアップされていた星音メモリアですね、あのジェネリック友達できたみたいな性能している結構強めのメモリアも引くことができましたので、今回のリビア&ランカピックアップガチャは大勝利と言っても差し支えないのではないでしょうか。ありがとうございます。でリビアさんの性能ちょこっと確認したんですけども、結構殺意高めのスキルだとかアビリティだとかを精神強化で手に入れることができるなという、そんな感じの印象だったんですね。まあ、同じ調整やの無属性の御霊と比較しても割と攻撃性能が高めの調整を受けているっていう、そんな印象を受けましたので、まあ、今後精神強化とかも進めつつリビアさん使っていきたいと思います。はい、というわけで今回はこんな感じでございました。ここまでご視聴していただきありがとうございました。それでは皆様さようなら、バイバーイ。やったね、大勝利、キーくん大勝利だっぴー、やったっぴー、ありがとうっぴー。それにしてもリビアさんのスカートのスリットがエロすぎるっぴー。